はい、でよろしくお願いします。今回は数三の数列の極限丸五無限等比数列についてお送りします。で、こっからですね、無限等比数列の問題を、まあ、動画2本か3本分やっていくんですが、まあ、そのスタートですね。で、問題が8問ありますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ということで、まあ、数列をね、ずっとやってますが、こっからは等比数列。まあ、こっからというか、出てきてたんだけどね、ちょこちょこは。つまり、ほにゃららの N 乗みたいな、まあ、N プラス1乗とかもありますけど、まあ、等比数列についてやっていきますと。で、まず上の4つがポイントです。いい？で、やっていくと、先に答え書いちゃうか。これはリミット、まあ、3の N 乗ですね。これ、プラス無限大になります。プラス無限大。で、一回全部書いちゃうので、ちょっと待って、その後せ、解説やっていきますね。で、1の N 乗の時は1に収束です。で、マイナス3分の1の N 乗。まあ、これはマイナス3分の1だからってわけじゃないんですけど、これは0に収束します。で、ラスト、マイナス3の N 乗ですね。この場合は、まあ、イコールというか、これは、漢字を忘れたよ。振動ですね。出てこなかった。まあ、これは振動すると。まず、この4つがポイントです。で、何で見極めるかというと、これは、公比で見極めます。公比。つまり、ここですね。3とかその数字。それで勢い余って全部赤で書いちゃった。ごめんね。ここが大事ですね。で、ポイントとして下に書かせてもらいます。ですね、公比 R で表したときに、まず、R が1より大きかったとき。まあ、このときですね。3みたいな。このときは、プラスに無限大発散ですね。になりますと。で、まあ、これはイメージつきやすくって、まあ、1より大きいってことは2とか3とか、まあ、もっと大きい数もいけますけど、これ、2乗すれば9、3乗すれば27、どんどん大きくなるのがイメージつきやすいですよね。つまり、その1より大きい数だったら、どんどん何乗ってしていけば、数が増えていくので、プラスに発散していきますよって。無限大ね。ってなると。で、次にこの2番です。これは R が1の時。で、1の時は何乗しても1だから、100乗しようが1万乗しようがさ、だから絶対1に収束しますよって。まあ、これはいいですね。で、大事なのはここです。こいつ。で、よく教科書とかに書かれるのは、絶対値 R、小なり1ですね。この時。つまりこれ何言ってるかっていうと、これ R がマイナス1から1です。いい、マイナス1か、おーっとえ入ってなかったよ。ちょっと待って。上に書こうか。R が、マイナス1から1の時。この時は、0に収束しますと。あ、もちろん全部大事なんですけどね。これが非常に大事。で、マイナス3分の1っていうのは、まあ、この範囲に入ってますよね。マイナス1から1の間。で、なんで、結構ね、マイナスほにゃらら乗すると振動みたいな、あっちのね、同じね、イメージをね、なっちゃう子もいるんですけど、どういうことかっていうと、これ、1乗すればマイナス3分の1ですよね。ちょっと書こうか。マイナス3分の1。2乗すると9分の1。次、マイナス27分の1。81分の1と、こうなってきます。マイナスプラス、マイナスプラスになってるんで、ギザギザになるんですけど、この3分の1、9分の1、27分の1、あの、符号取ったものね。数字はどんどんちっちゃくなるんですよ。だから、X 軸あった時に、確かにギザギザになっていくんですけど、だんだんちっちゃくなるんで、0に近づいていくんですよ、最後。これもう、これ変だけど。だから最終的には0に収束するっていうね。いいかな。だから、この範囲、マイナス1から1の時は0に収束。これ覚えておいてください。ただ、あっちみたいに、一応これ言おうか。マイナス1よりちっちゃくなっちゃった場合、マイナス3とかもそうですね。ってなると、振動しちゃいますよっていう。同じくギザギザなんですよ。マイナス3の N 乗みたいな。なんですけど、マイナス3、9、マイナス27っていう数自体はでかくなっちゃうんで、ギザギザしながらどんどん離れちゃうんだよね、こうやって。そう、だから0に収束することはないので、マイナス1の時も含みます。マイナス1の N 乗だと、マイナス1、1、マイナス1、1ってなって、あの、離れていくことはないんですけど、0に収束しないんですよね。ちょうどこう、綺麗なギザギザになっちゃう。そう。
だからマイナス1より大きければね、1より小さいこの範囲だったら0に収束してくれるんですけど、そこを超えてしまうとね、こっちになっちゃうと振動だよっていう、この4つをね、まず押さえておいてください。で、それを押さえてもらった前提でいくと、これですね。まあ、こういうのは出てくるんですけど、で、これは基本的にまた主役は分母です。分母見てください。で、ごめん。で、この場合だったら5の N 乗で割ります。5の N 乗全部を割るの。そうすると、リミット、分母はね、5の N 乗で割るから1になります。で、分子は、これ5の N 乗分の3の N 乗ってくっつけられるんで、同じ N 乗だからね。5分の3の N 乗、プラス、こっちもそう。5分の4の N 乗と、こうなります。いいかな。で、こうなると、まあ一部のは無視していいからね。こいつ、5分の3です。5分の3ってこの範囲だよね。マイナス1から1に入ってる。5分の4も同じ。つまり、こいつもこいつも0に収束してしまうので、0足す0は当然0だと。こういう風に解いていきます。で、6番も同様ですね。まあ、ここは2の N 乗しか出てきてないんで、両方とも2の N 乗で割っていきましょう。そうすると、まず、左下が、これま、1の N 乗って考えることができるので、2分の1の N 乗。で、こことここはね、割るから1になりますと。で、声が。2分の1はこの範囲に入ってるので、0に収束します。つまり、0足す1分の1。つまり、1分の1だから、こいつは1に収束しますと。で、大事なのがここです。ここから。さっきから言っているように、主役は分母です。分母をチェックしてください。だから、5と3、上は無視して下を見ると。で、今、2の N 乗と3の N 乗がありますよね。これ、でかい方の数で割ってください。つまり、2と3だったら3のが大きいでしょ。だから、3の N 乗で割ります。いい ?3 の N 乗で割る。で、そうすると、ちょっと上行こうかな。下入りそうだね。ちょっと上に上げるよ。リミットの、3の N 乗で割るので、ここが3分の、2の N 乗マイナス1ね。で、ここです。3分の5の N 乗プラス1とこうなります。今3の N 乗で割るとね。で、これはですね、ここが3分の2。こいつはこの範囲に入ってるんで0なんですよ。0に収束すると。で、問題がこいつで、3分の5っていうのは1を超えてますよね。まあ、1. ほにゃらら。1.66 かな。ん?いいかな。はい。なので、ここになってる。つまり、こいつプラス無限大なんですよ。ってことは、0マイナス1なんですけど、こいつがプラス無限大になっているので、全体ね、上だけ考えたらプラス無限大なんですけど、ここにマイナス1がいるから、プラス無限大にマイナスがくっついて、マイナス無限大が答えになります。いいかな。ちょっとね、こう結構ね、忘れやすいんで気をつけてください。マイナスがいるからね、それをかけるというか、くっつけることでマイナス無限大となります。で、次も分母が主役です。3の N 乗と4の N 乗がいるから、でかい数の4の N 乗で割ってください。これちょっと上からいこうか。よいしょ。で、ここがまずくっついて、4分の3の N 乗マイナス1ですね。で、ここなんですけど、まあ、これはどうしようかな。まあ、普通に2の N 足す1乗は2を1個外に出せば 2×2 の N 乗なんですよね。まあ、こう考えちゃっていいかなと思います。で、それを4の N 乗で割ってるので2だけ外に出して、まあ、約分してもいいんだけど、これ考えちゃうか。4分の2の N 乗ですね。消した。で、こっちは、ここに書こうか。4の N 乗分の4の N 足す1乗。これも同じように考えれば、これって 4×4 の N 乗なんですよ。N たす1乗ってね。だから、これを約分しちゃえば残るのは4ね。こうやって。4の N たす1乗を4の N 乗で割ると4が残ると。まあ、4が1個多いからさ。で、4分の3、4分の2、両方ともこの範囲に入ってるから0に収束します。だからこれ両方0で考える。だからこう消えて消えるから、マイナス1分のマイナス4。で、それをね、書けば、答えは
4に収束しますよと。これで終了となります。なので、まあ、無限逃避数列に関しては、まずここですね。交比によって4パターン分かれるっていうところを押さえてもらう。特にね、よく使うのはこいつです。こう必ず押さえておくと。で、こういう問題が出てきたら、分母の方をチェックして、数がでかい方。これだったらね、でかい方で割っていく。全体をね、割って、で、極限を求めるようにしてみてください。では、今回はね、この8問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。